山崎優太のグルメテクニックグルテク。グルテク。おはようございます。今日はね、これからちょっと千葉の方にね、行きたいと思います。全国のいろんな、グルメがこう知りたいなと思ってサバイバルします。キャンプです。グッズ全て揃えました。よし、来た。なかなかすごいでしょ。たくさんありますよ。じゃあほら、前紹介したね、コンロ、牛タンの時コンロね、岩谷のコンロ、これもいいですよ。サーモス、そうそうでね、あったかいの飲んでもいいし、冷え冷えのもできるし、これ350缶ビールとかも冷え冷えの状態で飲める。二階堂焼酎ね、これ実はファンの子が誕生日プレゼントでくれたんですよ。でそれでずっと入れ替えてね、これに使ってんですけど、これがテントの中で使うエアマット、これも3000ぐらいだったかな。これが一番すげえと思うんだよな。これ車のシガーソケットがあればこれで空気入れられるっていうやつ。枕もついてんだよ、空気をバーって入れて後部座席がベッドになるっていう優れもんです。あと飯盒ね、飯盒ご飯炊くように。でこれちっちゃいカセットコンロ、これも岩谷さん、岩谷最強だね、コンロね、すんげえちっちゃい。で、ここにガチャッと、さっきの飯盒、ご飯の件があるかな。この道具を持って、全国行きます車で行きます。車中泊とテントだけで、日本を縦断したいと思ってますんで、はい、皆様、見かけた際にはぜひ、助けてください。まずは、とりあえず千葉、第一弾。で今回は、とりあえず一泊だけ、しばらくしてから、東北、全部一気に攻めたいと思います。はい。レッツゴー。グルテク。向かっております千葉に。たまにはこういうロケも必要だよね。そうそう。そうね。今さ、芸能界もそうだけど世間もさ、ちょっと暗い話題とかニュース多いじゃん。そうね。なんかね、本当は俺ポジティブだからさ、はい、明るくすごいしたいんだけど。暗い時ってなんかこう明るくしたい気持ちって逆にその人たちからするとマイナスオーラだったりするのよ。だったら一人で行動して俺が元気な部分をこう見せてあげるだけでいいんじゃないかなっていう。こんな暗い世の中だけど一人で何かすることで見てる人がちょっとでも楽しい気持ちになったりとかさ、ワクワクしてくれたらいいなみたいな。千葉の後は東北っていうか上の北の方を攻めていくんだけど、はい、それも貧乏旅ね、はい、トータル10万円だよね、全ての高速代、移動費、食費、食費は途中で魚釣ったりとかしながら、はい、あとは地元の人とかに助けてもらいながらさ、本当に10万円以内で全てを揃った旅ができればいいなと思ってんのよ、東北編。はい、今回は機材を覚えたりとかカメラ自分で撮れるようにするためのあれで僕も同行してますけど、今回はね、次はもう一人で行きますよ。東北行くにあたって、もう俺らやっぱりエンターテインメントの人だから、なんか動いてる姿を見てほっこりしてもらったりとかさ、コロナ収束したら同じことしてみようとかさ、グルテク。今日は釣りやれるんであれば、そうね、やった方がいいね。夜だったら多分いっぱい取れると思うんだよね。ちょっと寒くなってきて。イメージとしてはどこから？だからまあ漁港近くとかさ、はい、そういう感じで、もちろん釣りできるところに行くけど。はいはいはい。ちょっと途中さ、はい、インターで何か食っちゃう。ダメでしょ。いやいや、だって俺今日朝から何も食って。僕も何も食べてない。そうでしょ。僕も何も食べてない。うん、向こうまで我慢するか。魚介より食べよう。そうだからもう。じゃあ今回は、はい、もちろん釣りもして。料理とかするけど、はいはい、それとは別に、はい、特別編だから、
その市場みたいなところで買おうよ、買って食べようよ。全然グルテク。さあもう着きますよ、あと10キロぐらいで。今食材がさ、はい、カマンベールチーズとベーコンだけ買ってあるのよ、はい、一番うまいと思う。カマンベールベーコンが一番とか言わないこれから釣りするとか言ってんの。カマンベールベーコンが一番うまいと思う。だけど今日は一番とか言わないと釣りをするんだよ一応。それが一番でしょ。まあね。さあこれが銚子の銚子大橋ですね。はいはいはい、はい、いや景色いいね、やっぱり、うんうん、海の街っていいな。そうね、うん、素敵だ ね海の街が。塩の香りします。そう、いや、する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 、やっぱ磯のするするする磯っぽいテンション上がりすぎだよ。いやいやいや、磯っぽいわ。ほんと？うん、磯っぽい。めちゃめちゃ磯やん磯っぽいよね。磯っぽいこんなする？急に磯の匂い、ね、本当にこう、あれじゃん、すげえじゃん。なんですか？ポートタワーです。いやいやいや、すごい。すごいね。来ましたね。来ましたね。目的地終点です。温泉案内を終了します。来ました。これか。ここですね。はい。はい。許可もらうね。うん、ぽいね。2階にある、これ海鮮丼とか、いや、うまそう。イワシのソースカツ丼だって、カツが無理だけど。うまそうじゃん、キンメの姿に。お、さっきの。びっちゃびっちゃ。やばいって。シュッて出ない。うわ、ほらほら、あるじゃん。こんな大きいやつ。大きい。これちっちゃい方のアジ。脂乗ってる。カツオ1本1500円だったよ。ちょっとメカジキとか、ここがもうだから超新鮮なわけですよね。じゃあこれにする？いやいや全然、あのメカジキとアジにしよう。うわー美味しそう。アヒージョとかにする？最高だね。粒貝の。はい。ね。うん。でもやっぱアジとか粒のに徹しようか。こういうの買っといて。はい。じゃあこれにしようかな。メカジキ。いいよ。はい、はい、はい、茹でてある。茹でてそんなすぐ食べない、はい、うわ、美味しそう。どうする、食う一回。じゃあ向こうの2階テストとか行ってみよう。はい、ここも多分美味しいと思うけど。ありがとうございます。じゃあ、三色丼。はい、すみません。まあそれも貧乏旅ね、貧乏旅ね。サバイバーします。キャンプです。かわいいよ。すごいね。結婚したいな。でっけえ。おー、山崎優太のグルメテクニック。グルテク、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 グルテク。